一章、クレスト要塞攻略戦。クロード、朗報だ。司令部より勲章が授与されたぞ。3月10日、僕たちは帝国領内を進撃していた。帝国の胸をつく形で猛反撃に出た連邦軍は、まさに破竹の勢いで大勝利を重ね、戦線を一気に押し上げている。連邦勢力圏の東端から帝国首都シュバルツグラードまで実に1500キロ。帝都を落とし、戦争を終わらせる。途方もない道のりながら、みんなの士気は高かった。誰もが作戦の成功を心から願い、信じているのだ。帝国って言っても全然大したことありませんね。ちょっと叩いただけで尻尾巻いて逃げていくんですから。お前は何かっていうとそれだな。おい、ちょっと貸してみろ。ラズさん。やめてください。フィルムがもったいない。何言ってやがる。未来の英雄様の写真だぜ。いや、カイ、お前も何か撮れよ。そうだな。いい写真が撮れた。おい、マイルズ、言っていいじゃねえか。てめえどんな操縦して。静かに。僕が止めさせたんだ。なんでまた。風がおかしい。今の砲撃なんて威力だ。まともに食らえば一個正体なんざ一発でおだぶつだな。ともかく先を急ごう。F 正体との合流地点はこの辺りのはずだけど。フラッシュ。サンダー、合言葉は合ってるな。味方かよ、びっくりさせんじゃねえ。失礼、驚かせるつもりはありませんでした。ウィクトル中尉がお待ちです。行きましょう。ウィクトル中尉。ああ、ミネルバさんね。で、あんたは。 F 小隊所属のクリステルウォード伍長です。ミネルヴァ・ウィクトル中尉の命令で参りました。あの強く美しいミネルヴァ隊長の信任を得て、栄えある F 小隊の代表として。ところで、先ほどの砲撃を。ああ、バッチリ見たぜ。連中恐ろしいもん配備してやがる。211ミリ榴弾砲、目下進軍を阻む最大の敵といえる存在です。射程は少なく見積もって10キロはあった。あれが生きているうちは進軍は不可能だな。その通り。我々のミッションはあの榴弾砲の破壊だ。ミネルヴァ隊長。 E 小隊の引率ご苦労だった。ずいぶんのんびりなご到着だな、クロード。途中敵の砲撃を見たんだ。警戒歩行していたら
言い訳は結構。先だっても言った通り、この作戦、ノーザンクロス作戦の肝は進軍の速度だ。行動は全て迅速に行うように。分かった。でもあんたの隊だって敵のどでかい訪問が邪魔で、急ぎたくても急げねえんじゃねえのか。礼を書く物言いだな、クロード。お前は隊員のしつけもできていないのか。ああ、しつけだ。隊員は犬猫じゃない。しつけるなんて言わないでくれ。言われずとも分かっている。その男があまりに無礼ゆえ忠告しただけだ。上官への口の聞き方も知らない兵士は早死にするぞ。ラズ軍曹。へいへい、せいぜい長生きしろよ、ウィクトル中尉殿。あのミネルヴァ隊長、あちらの広場なら見通しが効きます。任務の説明には最適かと。クロード、ついてこい。では今回の任務を説明する。我々の進軍を阻む211ミリ榴弾砲はあのクレスト要塞に据えられている。古い城を改造した急ごしらえの要塞に見えるけど、榴弾砲を防衛するためにかなりの戦力が配備されているみたいだね。近づけば城壁に配置された各銃座から集中砲火を受けるということか。で、こっちの砲兵隊はどのくらいいるんだ。連邦の砲兵隊は榴弾砲にやられて壊滅した。射程が違いすぎる。狙い撃ちだ。壊滅？おいおい、次の砲兵隊はいつ来るんだよ。橋を破壊され牽引車両が進めなくなっています。到着までは早くともあと7日はかかりますね。歩兵の増援なら続々とたどり着いているのですが。歩兵が何人来たってどうせここで足止めだ。結局大砲が来るまで撃つ手なしじゃねえか。いや、そうじゃないよラズ。え？ノーザンクロス作戦は進軍速度が命だ。さすがに飲み込みが早いな。クロードの言う通りだ。後続部隊の到着を待っている時間はない。砲撃支援抜きであの要塞を攻略する。無茶だ。一歩踏み込めば機銃掃射で蜂の巣だぞ。危険な任務だということは承知の上だ。それでもお前たちにはやってもらう。そのために祖国の義勇軍ではなくエディンバラ軍に志願したんだろ。ああそうだ、俺たちが志願したのは帝国をぶっ潰すため、自殺するためじゃねえぜ。では一つ教えてやろう、クリステル。今朝届いた情報を。帝国がガリア公国への侵攻を開始した件ですか。ガリアに侵攻。とうとう始まってしまったのか。どこまで攻め込まれたんだ。ハーフェンは、俺たちの故郷は無事なのか。まだ国境線のギルランダイオ要塞において交戦が開始されたばかりとのことだ。だが相手は王子マクシミリアン率いる一大方面軍。ガリアの兵力では陥落は時間の問題だな。何か私たちにできることは。ノーザンクロス作戦が予定通り進めば帝国もガリア攻略どころじゃなくなる。1秒でも早くこの作戦を完遂する。僕たちが取るべき道はそれしかない。
無謀だとしてもやるしかねえな。ガリアを、俺たちの故郷を守るためによ。ああ、行こう。これより作戦を説明する。任せてくれ。準備完了。始めようぜ。準備完了。行くぞ。なんとしても榴弾砲を奪取しろ。帝国の要塞を攻略し、敵大型榴弾砲を確保する。 E 小隊出撃だ。予想はしていたが、やはり守りが固いな。どうする、クロード。焦って突っ込めば総崩れになりかねない。いきなり門を落とすのは難しいだろう。確実に橋頭保を築いていこう。まずは橋の前の敵拠点を制圧するんだ。その後は制圧してから考えるか。よし、みんな行くぞ。 E 小隊出撃。クロード、困難な作戦でこそ指揮官の能力が問われる。兵士を的確に運用することもその一つだ。基本を忘れるな。分かった、確かにその通りだ。
心に刻んでおくよ。変身する。敵だ。任せときな。これでも食らえ。ハーフェン号なら歩兵の攻撃なんて平気ですよ。各員、現在位置を確認せよ。こう近づかれては油断は使えんか。俺を誰だと思ってやがれ。怖いものなんかないさ。正義は勝つ。なんて腕前だ。了解。行動開始だ。ハーフェン号なら歩兵の攻撃なんて平気ですよ。状況を報告せよ。撃ち抜く。甘いな。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。敵兵の注意を引きつけておいて。
出るぞ。任せろ。了解。比重で蜂の巣にしてやるよ。敵の反撃に注意せよ。そこ。次に行こう。目標撃破。いいぞ。よし、出るぞ。敵の反撃。撃て。やられたか。舞台から離れるな。
変身する。この程度か。やったか。余計な怪我はしないで。急げ。こんなところで足止めを食うわけにはいかんのだ。変身する。テイク。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。指示をお願いします。こんな大きな榴弾砲どうすればいいんだ。変身する。撃ってきたぞ。撃て。目標撃破。いいぞ。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。現在位置を確認。よし、拠点を押さえたぜ。了解。救援をお願いします。隙があると落ち着くな。気をつけて。拠点を占拠した。目標の拠点を制圧したのに敵の迎撃が激しすぎて前進できない。クロード、
このままじゃまずい。みんな仲良く蜂の巣にされてしまうぞ。なあ、一か八か突入しもうぜ。こんなとこで無駄死にするよりはマシだろう。ダメだ、正面突破は危険すぎる。今は耐えろ、ラゼ。なこと言ってもよ、耐えてどうなるってんだ。必ず何か突破口が見つかるはずだ。それまで耐えてくれ、みんな。行動開始だ。敵の射程内。くそ、どうすりゃいいんだよ。ずいぶんお困りみたいね、シンデレラ。ああ、シンデレラだ。てめえこんな時に冗談のつもりか。城の舞踏会に行きたいんだけど、カボチャの馬車がなくて橋が渡れないんだ。は？お前までどうした、クロード。それじゃ魔法をかけてあげる。魔法か。本当にそんなものがあるならお願いしたいかな。私に任せて。
やってやる。俺を誰だと思ってやがる。よし、任せときな。俺を誰だと思ってやがる。行動開始だ。
よし、任せときな。怪我はしないで。瓦礫に身を隠して迎え撃て。警戒を怠らないでください。先手を撃て。外さない。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。射撃不能、射撃不能。行動を開始する。考える暇を与えるな。比重で蜂の巣にして拠点を占拠した。行動開始だ。瓦礫に身を隠して迎え撃て。
そう来ると思った。よし、行けるな。行動を開始する。任せときな。よし、門の突破に成功したぞ。みんな、このまま前進だ。敵の大型榴弾砲を露獲する。帝国民の血と汗でできた兵器を連邦の大敗主義者などに奪われはせぬ。我が大祖国に栄光あれ。危ない、伏せろ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの報奨を受け取るがいい。
これが211ミリ榴弾砲か。無傷でダッシュできればベストでしたけど。投降を選ばず砲台もろとも自爆しやがるとはな。僕たちにこの榴弾砲を渡さないために、それだけのために彼は自ら死を選んだ。死をも厭わぬ覚悟か。戦いで死ぬこと、それはみんな覚悟してます。でもいざという時、彼みたいな判断、死に方ができるんでしょうか。僕たちは死ぬために戦ってるんじゃない。みんなで生きるために戦ってるんだ。あの砲撃手の死に敬意は払う。だけど分かってるさ、武器なんかよりも命が大事だってことはな。しかし武器っていや、あの増援部隊が持ってきた新兵器だよな。歩兵が携行できるサイズで、あの火力ってすごい技術ですよね。射程だって戦車並みで。精鋭部隊って聞いてたけど拍子抜けね。これが何かもわからないなんて。敵弾砲、何でもなぎ倒すマジックシリンダーよ。すごいでしょ。おいクロード、あれって隊長はどこ？初めての合同作戦だったのに、なかなかいい指揮を取るじゃない。あのな、あなたラーズ、どうしてエディンバラの舞台に？みんなで志願したんだ、ガリアを守るためにな。こんな偶然ってある？ああすまないレイリー、ここでは私はカイと名乗っている。カイ？だってそれは。レイリー、よくわからないけど、わかった、カイって呼べばいいのね。だけど嬉しいわ、異教の地での共同作戦で同郷の幼馴染に再会できるなんて。共同作戦ってなら、レイリーも軍に？ご覧の通りよ。改め、私はレイリー・ミラー技術少尉、専門はラグナイト工学だけど軍では砲兵顧問なの。支援砲撃中隊からの出向で今回の共同作戦に参加したってわけ。私の知識と技術は帝国軍を倒す力になるって約束する。みんなよろしくね。すごい新兵器だ。ぜひまたお願いします、レイリーさん。で、隊長はどこ？挨拶しておきたいわ。なあレイリー、この隊にいるのは俺たちだけじゃねえんだ。え？なんだ、じゃあやっぱりカイも。レイリー、僕がこの E 小隊の隊長だ。あら、ずいぶん若いのね。だけどさっきの采配なかなかだった。期待してるわ。
ロード・ウォレス。私があんたの手なんか握ると思う？よりにもよってこんな男が指揮する隊と組むだなんて。